こんにちは、だるぐさです。今日は、シクラメンですね。ちょっとミニタイプの小さいものですけれども作っていこうと思います。では作り方ですね。28番白地のいつものワイヤーです。お花からね作っていきます。 2.5 センチゲージで間2回のねじり巻きをしていきますが、途中で多分足りなくなるので、ここですね、左側のワイヤーと一緒に1回ねじってからですね。でこれで引き続き同じように間2回のねじり巻きを続けていきます。はい、でこのね、途中継ぎ足した部分はね、外してからそれぞれ1周ぐるっと今のねこの軸となっているワイヤーのところに1周くるっと巻き留めてからカットします。輪っかは全部でね5つですね。花びらの分なので、5枚分5つ分の輪っかでやっていきます。長いワイヤーをねお持ちの方はそれで作ってください。こんな苦労しなくてもね済みます。はい、で1つ目のね輪っかを引っ掛けてねじって留めていきます。で、真ん中はね使うのでちょっとしっかりと広げておいて、それぞれ先端に向かってねギュッと細くしていきます。でここから、この長いワイヤーはねそんなにいらないので、ある程度ね、リップする分をつけ、でカットして、次に1センチゲージですね、こちらに通しまして、ほんのちょっとなんですけど5ミリほどね、押し込んだところで折り曲げます。こんな感じになってるかなと思います。でこれを、しっかりねちょっと形整えつつ、平やっとこなどでね、折り曲げてるところとか、あとはね真ん中に少しワイヤー持ってきておいてあげると、この、ディップする時のね持ち手になるワイヤーですけれども、この輪っかの中の真ん中ぐらいにところで折り曲げておいてあげると、後々ね組み立ての時に少し楽かなと思います。まあ、細かい話なんでねそのままでもいいです。でさらに、このね、花びらのワイヤーを広げていきます。ここでねシルクラメンの形をね花びらで出すので、ちょっと本物見つつね、やっていただいたり、資料としてね画像を検索しつつ、作ってみてください。今回はね9個ぐらいですかね作りました。次がねつぼみといって、まあちょっと先かけのっていう感じですね。2センチゲージに、5回なんとか巻きつけると思います。頑張って、いただいて、片方ねゲージの溝に通してくるくると巻き留めますが、これだとディップができないので、さっき切ったワイヤーとかでいいんで継ぎ足してあげて、リップする時の持ち手に、してあげてください。でこれもね花びらの形としては同じなので、根元と先端を少し細くしてから広げておきます。で広げるんですけれども、先ほどもそうなんですけど、お隣のね花びらとくっついてしまうとちょっとまずいので、ちょっとこんな感じで互い違いにしておきます。で30番のグリーンワイヤー、細いワイヤーですね、額を作っていきます。5ミリの、ゲージスティックですね、ところで、間2回のねじり巻きで5つ分ですね輪っかを作っていきます。 1,2,3,4,5 と、ちょっとギリギリですけどね、幅が狭いので、作業がしづらいといった感じです。これつぼみの分とお花の分とね忘れずに作ってください。でこれでカットしまして、整えていきます。形ですね、真ん中使うのでしっかり開けて、それぞれ、もう平やっとこでねいいです。全体的にこの輪っかをギュッと細くしてしまいます。こんな感じですね。これ広げるのがね大変なんで、目打ちとかね、丸やとかなどでうまく広げてください。でかなりね額といってもお隣同士くっついてるカップ状かなと思うので、もうここでカップ状にしてしまいます。大体でねいいかなと思うので、こんな感じですかね。もうちょっと細いかな。はい、こんな感じでお花を後で通しますと、通せるようにねしておいてください。はい、で次はね葉っぱですね。グリーンの28番で、5センチ、4センチ、3センチと、3種類作ります。合計で20枚ぐらい作っていただければいいので、まあ、サイズね変えつつ、作ってみてください。どちらかねワイヤー片方端に寄せて1つ輪っかを作ってから、丸やっとこで細かくフリルを入れていきます。本当にねちょっと今1枚でやってますけれども、まとめてね輪っかを作っていただいて、いっぺんにねやっていただくともう少し楽かなと思います。でハート型なので先端尖らせたら、
ちょっとこの辺甘かったんで、やり直して、ハート型に根元の方をね、内側にグッと押し込んで、ハートの形、ちょっと長細いね、ハートですね、にしていただいて、長い方のね、ワイヤーでブリッジをかけます。先端に向かって、折り曲げて、先端で一回折り曲げてからくるっとね、一周巻き留めます。で、カットしていきます。この時もね、ブリッジちょっとアーチを描くような感じで、やってあげるといいかなとは思います。あとは30番のね、細いワイヤーで、28番でも大丈夫です。半分くらい、3分の1くらいでいいですかね。カットしたものを2本取っていただいて、それを半分に折って、ここに根元に引っ掛けます。で、よいしょと、取れないように、それぞれのね、方向、引っ掛けた方とは逆方向に、ブリッジをかけていきます。まあ一周ねぐるっと巻いていただいてもいいです。根元とにかくね取れないようにしていただいて、それぞれ、左右2本ずつですね、ブリッジをさらにかけておきます。こんな感じですね。で、余分なねワイヤーはカットしてしまって大丈夫です。はい、これを同じように少しサイズをね変えて、大中小3種類作りましたといった感じですね。葉っぱは入ってお見せしましょうか。これが今の5センチで作ったもので、これが4センチですね。まあ、ちょっとね大きさ違うかなと、もっとね変えていただいてもいいです。6センチとかでね作っていただいても、大きい種類もねあるので、シクラメンこれはね、3センチはね、ブリッジ1本減らしてます。楽をね、するためにですけれど。はい、で、ライトピンクにスノーホワイトがね、まあ、ちょっと入ってるんですけれども、花の方ですね、つぼみからリップしていきますが、シクラメンもいろんな色があるので、お好みの色で、リップしてみてください。もうちょっとね、透明感のあるね、色で作ってみても可愛らしいのかなと思います。でお花なんですけれども、つぼみはまあまあいいんですけど、お花の方がねこうやるとやっぱりお隣さんとくっついてしまうと、どうしてもちょっと余分なねリップ液がついてくっついてしまうというところがありまして、20番ぐらいのねワイヤーとか余ってるワイヤーなんかでいいんですけど、ちょっとね乾く前に少しこのね隙間のところの余分なリップ液を取っておいてあげた方がいいかなと思いました。はい、ちょっとこっちでやってみますね。1回、こうして、リップした後にですね、ここの間のところですね、ここのリップ液を取るといった感じです。もう一つで、こちらある程度ね、リップ液切れたらメラミンスポンジに立てます。こちらもそうですね、ここがどうしてもねちょっとくっついてしまってたので、少しワイヤーを、滑り込ませて、空間を作り出すと隙間をね、しっかり広げてあげましょう。で、これね、まあ、ゴールド入ってますけど、アンバーとスノーホワイトって感じですね。ゴールドは、まあ、余ってたので入れてしまったというくらいで、色味には特にそんなに関係ないかなと思います。額の部分ですね、カップ状にした額を、つけてリップします。はい、で、今回リーフグリーンで葉っぱをリップするんですが、ちょっと思いました、白の方が良かったかなと。ワイヤーですね、全部グリーンで作ってしまったんですけど、白で作るとまたちょっと雰囲気が変わるので、ちょっとね、試しにリップしてお見せしますね。皆さんね作る時とかに参考にしていただいて、あ、白の方がいいかなと思われる方もいるかなと思ったので、白いワイヤーで作るとですね、ちょっと茎が目立つかなといった葉脈がですね、こちらですね、はい、しっかりと白く見えますね。で、ちょっと今回はストレンスナーつける前にお花組み立てます。お花の形をねしっかり固定したいので、ちょっとね扱い、気をつけてください。まだですね強化してないので破れやすいです。はい、で真ん中にそれぞれ目打ちをで穴を開けて、ワイヤーはね1本に減らしてしまいます。で、余分なディップ液ついてると思うので、カットするんですが、ワイヤーよく切ります。この時に気をつけてくださいね。はい、でこんな感じのスダーマーペップと呼ばれるすごい細いね、ペップがもしあればですけれども、3本ほど取っていただいて、
半分に折り曲げまして、おしべとめしべ代わりですね。でいつもこれね、ワイヤーで、結んでから入れるんですけど、まあ、今回はそのまま通してしまおうかなと、通らないですね。はい、非常に通りにくいので、30番とか細いワイヤーでね、結んでから通していただければいいんですけど、めんどくさがってね、そのまま通しました。でかなり、ちょっとだけ見えてればいいぐらいなので、まあ、押し込んでしまっても構いません。はい、でこれでまとめておいて額を通していきます。なのでね、今回お花のワイヤーも、額のワイヤーも使うといった感じですけれども、これでこの今のペップの、糸をですね、巻き込むようにしてねじって止めていきます。はい、こんな感じですね。でしっかり、額をね、お花に、沿うようにギュッギュッとちょっと細くしておいて、でこちらのつぼみですね、少し、中心に向かって、寄せていくように、ちょっと花びらのね、重なり具合気をつけつつ、こんな感じで組み立てるというか折りたたむというかって感じですけどね、ちょっと花びらのね、重なりをちょっと気をつけつつ、根元はねしっかりギュッとしてしまっていいです。はい、でこれで、額を通します。でねじって止めていくといった感じですね。今回このね、咲きかけのつぼみ2個しか作らなかったんで、まあ、もうちょっと作ってもよかったかなと思います。まあ皆さんね、数はお好みでやってみてください。で、22番ワイヤーで少し茎を、付け足しますが、ここで気をつけたいのが、色ですね。グリーンではなく、どちらかというと茶色系のフラワーテープがあれば、そういったものでね、巻いてあげた方が本物に近いのかなと思います。でこれちょっと巻きにくいんですけどね、お花のね、根元、この額の部分をね、ちょっと重なるような感じで、隠すような感じでね、巻いていってください。どうしても隙間が出てね、ピンクの、花びらの根元とか見えがちなんですけれども、気をつけつつ巻いてあげて折り曲げます。ここでね、ギュッと、ちょっとベタベタしてるんで花びら触らないようにギュッと折り曲げてあげて、花をキュッキュッと寄せてね、こんな形ですかね。はい、整えていきます。はい、こんな感じで、で少しねペップもまあ、多少ですけど、この後ねストレスナーつけてしまうんで、まあそんなに向きはねいいかなと。でつぼみの方も同じように巻いて、もうちょっとこの曲がり具合がね、花びらで見えないぐらいの位置で曲がってたので、こんな感じですかね。隠れるぐらいの位置で曲がっていると、細かいところなんでねいいんですけど、はい、これでストレスナーつけます。そうするとね、多少茎の、フラワーテープのところのベタベタもなくなるので、一石二鳥かなと思います。葉っぱもね、ストレスナーつけておいてください。こっちの方がね綺麗かな、白いワイヤーでやった方がね良かったかなと思います。はい、で、プラモデル用の水性塗料ですね。これで、私はねこのグリーンのワイヤーを隠すために、葉脈を描いていきます。最後の下の方はちょっと二手に分かれてるかな、真ん中の一本はいいと思うんですけど、この左右はね二手に分かれるような感じで描いてあげて、あとはこの葉脈と葉脈の間にねちょっと白い模様というか符が入っているような感じかなということで、こんな風に、模様を描いていますが、皆さん適当に、マニキュアとかでもいいんでね、白目の、でやってみてください。でしっかり乾かしてからですね、グラスビーズ、細かいものですね、これをちょっと筆にストレスナーをつけて、表面なぞってあげて、振りかけます。ちょっと容器用意してねやってみてください。こんな感じでね、表面だけ、グラスビーズをねつけて、ちょっとついてないとこあったんで、慌ててやりましたけど、こんな感じにねやると少し、模様も薄れるのでごまかしが効きます。はい、で、適当な容器にね、セリアさんのブリキバケツですけれども、ウレタンのフォームですね、こちら、カットしまして、こんな感じで木工用接着剤入れてカットしたスポンジですね、詰めていきます。こんな感じでね、詰めたら、また22番ちょっと葉っぱの方
もね、茎付け足しとくのを忘れたので、同じようにね、ブラウン系茶色系のねフラワーテープで巻き留めておいて、茎を少し延長しておきますというのと補強しておきます。で、全体的にね、木工用接着剤も、塗り広げましてたっぷり塗ってますね。はい、これをさらに、棒で広げます。なんだかね、ケーキを作ってるような感じですが食べちゃダメですよ。はい、で全体的に広げたら、この上の方にちょっと見えてるんですけれども、このジオラマのね用の、芝生のようなものですね。こちらダイソーさんでね、大きいダイソーさんにねちょっとしかないかなという感じなんで、あんまりねそんなに頻繁には見ないんですけれども、あったのでこちらをね塗り広げます。でこれ乾く前にね作業しないといけないので、ちょっと急ぎ目にね、倍速にしてるだけで、実際の行動はねそんなに早くないんですけれども。でお花からね順番に刺していきます。このね木工用接着剤固まってしまうと刺しにくくなるので、早めに、どんどん刺していきます。時間にね余裕のある時に作業してください。はい、でこんな感じで刺したら、次はね葉っぱの方ですね。葉っぱちょっと茎長くしすぎたのでカットしつつ、バランスを見てね、まあ大きい葉っぱ下、小さい葉っぱちょっと上からとか、全体的にくるくるね回しながら、先に一周葉っぱを差し込んでいきますかね。まあ一応お花の茎の周りに、一周したら、まあ、多少花のねところの真ん中をちょっと隙間空いてるんで、その辺にも刺したりとか、まあ、この辺は本当ねセンスなんで。で、乾いたらですね、スポイトで、ストレンスナーをねつけてあげ、吸って、このね、芝をさらに固定するために全体的に巻きました。そうしないとね芝生がボロボロこぼれてくるかなと思うので、よりね、まあ、ボンドを水で薄めてね巻いていただいてもいいんですけれども、はい、この芝が取れないようにちょっと気をつけつつ、といってもね、まあ、ジオラマ用の偽物の芝ですけれども、はい、でこんな感じでね全体的に、植え込んだら、あとは微調整ですね。ちょっと押し込んだり上に向かせたりとか、少しねバランスを見てあげましょう。どうしてもね、遠くから見てるのと近くから見てるの違うので。はい、こんな感じでね今回シクラメンですね、小さいものですけれども作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。